デッドストップのプリントメルス、僕がずっとおすすめしてる、めちゃめちゃあります聞いてたんですけど、まあ、そこら辺の仕事とか全然もう今出てこないですよ。もういるだけでも興奮します。引き続き大宮のお店を今回も紹介していきたいと思います。前回ホワイトヘッドイーグルさんで、今回はラフヴィンテージさんにお伺いしたいと思います。ダフさん大宮に、あったんですけど、今年の1月にラフヴィンテージがオープンしたんで、新しい店舗をご紹介したいと思います。では行ってみましょう。ここですね。もう4月入ってますけど、めっちゃ寒いです。撮影してる皆さんすごい薄着なんですけど、風邪ひかないようにやりましょう。ありがとうございます。はい。では中ちょっと早速行ってみたいと思います。はい。最初に店員さんがいたので、はい、紹介してもらいたいと思います。はい、菊池と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。FJ です。あ、よろしくお願いします。はい。ちょっと菊池さんにちょっとお店の紹介っていうか、まあ、いろいろ聞きたいなと思いまして、ダフさんって僕も昔から前の店舗の時から通ってるんですけど、はい、ありがとうございます。はい、今ってこう移転とかして何店舗あるんですか？大宮に2店舗ありまして、はいはい、同じ埼玉の白岡にあと1店舗あるので計3店舗。はい。結構今すごい人気でいっぱい広がってきたんで、まあそうですね。そういった印象は受けます。はい。でなんか僕実はそのダフアンティークの方ともう1店舗の方も見に行かせていただいたんですけど、はいはい、あ、本当ですか？ありがとうございます。はい。特徴あるんですか？お店の。そうですね、1店舗大宮の方にある方は、うんうん、ラルフローレンとか、うん、カハートとかを中心に、はいはい、まあ、年齢層的にはこう若者の方向けに、はいはい、っていう特化した部分があるんですけど、こちらは結構もうアメリカ人主軸としたゴリゴリの、そうですね、ヴィンテージがヴィンテージなど、はい、まあ、デニム関係などいろいろあるので、ヴィンテージ好きな方から、そうですね、というところで菊池さんに紹介していただいたんですけど、はい、お店の、まあ、商品紹介したりスタイリングだったり紹介できればなと思うんで、ちょっと今からちょっと見させてもらいます。よろしくお願いします。お願いします。はい。ちょっとこれ入り口なんですけど、はい、入り口はミリタリーがめちゃめちゃ多いです。すげえ量あるっすね。もうやばいっすよ。ちょっともういるだけで今興奮します。でもここ今ファティーグのシャツが結構ここ並んでます。でこっちまで行くとすごい量ですね。まあもう M65 アルミチップもあればデキジャケットもありますね。すごい大好きなやつなんですけど、ミリタリーめちゃめちゃあるんですね。USMC、はい、US マリンコップスっていう、海兵隊の、ジャケットなんですけど、まあ、あれ多分1940年代かな、ヘリンボツイルの40年代、はい、生地なんですけど、まあ、そこら辺のシャツとか全然もう今出てこないですね。あれもめっちゃレアなやつが普通にかかってます。めちゃめちゃかっこいいですね。40年代から新しいものもね全部通ってる。US ネイビーのデッキジャケットここにあるんですけど、A2 デッキジャケット、ここら辺も今やっぱ古着屋さんたくさんある中で、昔はよくあったんですけどなかなかなくて、僕がすごい好きなアイテムなんですけど、なんかこうアメリカの西海岸のバイカーとかスケーターの方とかよくデッキジャケット着てバンズ履いて、なんかそういうイメージがあるので、西海岸好きな僕からしたら結構デッキジャケットおすすめです。今結構 M65 のフィッシュテールのモッツコートとか皆さん着てる人多いと思うんですけど、それももちろんかっこいいんですけど、僕の中でもレッツデッキジャケットステンシルも入ってすごいかっこいいです。であと、まあ、ジャングルパティーグも結構かっこいいですね。結構ありますね。USMC のファティーグジャケットとかもめちゃめちゃある。やばいですね。
やばいです。オーバーオールたくさんあります。まあオーバーオール、あの結構レギュラーのカーハートとか、最近多いんですけど、でダフビッテージは70年代以前のものが結構多いですね。濃い色の状態がいいものがいっぱいありますね。あと奥、ここ多分全部アメリカ製のリバイスですかね。さっき最近入ってびっくりしたんですけど、僕がずっとおすすめしてるブラックデニム、めちゃめちゃあります。こう黒と黒、後染めのブラックもあれば、これさっき縦糸がブラックで横糸が白で、縫製されてる先染めのブラック、どっちも結構な量あります。しかも値段も比較的安いです。なんでここめちゃめちゃあります。まあ、前回お話ししたヘビーネルシャツもここめちゃめちゃ揃ってますね。で結構年代の古いものから新しいものまで結構豊富に揃ってます。ウエスタンシャツとか着ます？あんままだ挑戦してないですね。ウエスタンシャツって結構身幅も細いし着丈も長いから着づらいアイテムなんですけど、意外にでかいサイズのウエスタンシャツを大きめに羽織ると今すごいかっこいいですよ。なんで僕ちょっと実はあんまり人気ないんですけど、ウエスタンシャツには今ちょっと注目してる。あとここはもうジージャンいっぱいありますね。サードジージャンかな。結構リーバイスのサードが結構ぎっくりがたくさん並んでますね。まあリバースイブですね。リバースイブもたくさんありますね。あとまあここにラックにも結構古めのシャツがいっぱいあります。これヴィンテージ、ヴィンテージのウールシャツがあります。めっちゃめっちゃめっちゃいい、めっちゃくちゃいい、やば。デッドストックのプリントネルです。ネルシャツって先染めで糸をこう柄を折ってるんですけど、このプリントネルっていうのは普通に裏は白いんですよ。あ、本当だ。プリント T シャツみたいに無地のシャツにプリントしてる。へえ。それがプリントネルなんですけど、僕よくピッキーズのワークパンツとかコーデュロイパンツとかに合わせて着てるアイテムですけど、デッドとか普通にいっぱい探してます。楽しいです。ヴィンテージはプリントネルが多いんですか？いや、そんなことなくて、50年代ぐらいのアイテムによく出てくるんですけど、まあ普通にやっぱりプールだったりこういった先染めのネルシャツの方が多いです。でも巻きつけじゃないですか、多分巻きついてますね。60年代以前のネルシャツ、古いネルシャツはこれ巻きついてるやつあります。前回待ち付きのネルじゃいいですよみたいなことを言ったんですけど、ここら辺も普通にいっぱい使ってます。やばい、スーベニアもいっぱいありますよ。これやばいでしょ、スーベニアジャケット。はい、 やばいものがたくさんありますね。まだ出してない商品もいっぱいありますよね。あ、まだ出してないですねこれ。今一周したんで気になるやつをちょっといろいろ試着したいと思います。今っぽく着れるんじゃないかな。1900円ですよ。安くないですか？安いですね。そうですか。あとちょっとサイズ見て、一回ちゃんとサイズ見て買います。ガチじゃない。